今もう一台のパソコンあるんだけど、多分2兆個ぐらいウイルスに感染してて、Google Chrome 開くのに20秒ぐらいかかるんだけどさ、それちょっと助けてくんね。マジで終わってんのね。もう一個のパソコンがマジで終わってんの。ね、みんな今お気にさ、相談していい？ちょっと待ってね。なんかね、なんだっけなこいつ。デルセットアップエグゼっていうのがさ、1000個ぐらい開いてんだけど、これ何？デルセットアップエグゼ。みんな。デルセットアップエグゼっていうのが1000個ぐらいタスクマネージャー開いてんだけど、これ何？まず。これ何？デルセットアップエグゼ。これ何？本当にもう全部埋まってんだよね。DL セットアップエグゼ。DL セットアップエグゼ。それでタスクマネージャー1000個ぐらい入っちゃってんだけど。これ何？これいるの？これ。エグゼはウイルスの典型。ふざけんな！めちゃめちゃ病魔に侵されてんじゃねえかよ。全部 DL セットアップエグゼで埋まってんだけど。犯人どこにいんの？ちょっと写真撮って送るわ。おい、ツイッターにあげるから。おい、マジでこれちょっと検証してくれ。これ俺嘘じゃねえかんな。なんだこれ。俺何もしてねえぞ。あ、でもよく、あれ、怒られた。あれ、ウイルス感染したやつが、よく言う意味のわからないセリフ一覧で、何もしてねえぞって。何もしてねえやつはウイルスかかるわけねえんだよって。すげえ怒られる。俺何もしてねえんだぞ、ほんとに。え、これマジでウイルスなの？全部だよ。これだけじゃねえ。もうずーっと埋まってんだぞ、これで。これ何これ？トロイの木馬なの？あ、トロイの木馬らしい。でもなんかレアだからちょっと、なんかもったいねえ捨てんの、せっかくトロイの木馬買ってんのに。俺すごくないか、キルバ、なんか俺、おい、てめえ舐めてんじゃねえぞ。俺の後ろにはトロイの木馬いっかな、みたいな。おい、ちょっと待って、俺の視聴者今3万人って言ったけどよ、トロイの木馬のこの1兆個も加算しろ。おい、てめえ忍者こんな野郎。おめえ11万人だからあんなことは知らねえけど、てめえ、おめえトロイの木馬買ったか、俺の勝ちな。俺だって許してるもん。俺視聴者の一人として、換算してる。可愛くねえか？トロイの木馬。これ、何これ？やばいの？てか、トロイの木馬って何？遊戯王みたいな名前しやがったよ。くそー！めっちゃ動いてるんだけど、トロイの木馬がね。おい、トロイの木馬が俺の右クリックから逃げるんだが！に、こいつ！急に憎たらしくなってきたわ。俺を縁の下で俺のパソコン支えどんどん下に、おい、ちゃんとしたサービスを上にしてたトロイの木馬が下に逃げてくんだけど、ふざけんなこいつ、憎たらしくなってきたわ。ファイルの場所は、はぁ、あ、こいつだね、APP がアーダコーダってやつがね、よくポンと出てくんの。あ、ここにいたんだ。お気に入りにいた。ふざけんな。ちょっと可愛いところ入ってやがる。ねえ、お気に入りにいた。トロイの木馬がふざけんな。お前、せめて違うところにいろよ。なんでお気に入りに侵食してんの、こいつ。ね、お気に入りにトロイの木馬が繁殖してるんだけど、俺の心臓部に。よりにもよって。ふざけてない。喧嘩売ってんだろ、俺に。こいつ。ぶっ殺すべ、マジで、こいつ。ね、お気に入りにいたよ。トロイの木馬しか入ってなかった、俺。ね、どういうこと？ね、お気に入りにトロイの木馬しか入ってなかったんだけど。全部トロイの木馬で埋まってた。どうすればいいのかマジで教えてくんない？ちげんだよ。ウイルスバスターを入れようと思って、ウイルスクリーナーを入れようと思っても、そう、パソコンが重すぎてウイルスクリーナーが入れないの。入らないの。簡易のウイルス対策、Windows からに最初から入ってます。ゆる、あ、ちょっと待って待って、やってる。メール送ってくれた。Thank you。あ、よかった。でも俺のやつ Windows 7だよ。8か。10じゃないよ。それでもやってくれんのかな？もう手遅れなのかな？
HDD フォーマットして OS を再インストールすれば確実になります。ただデータ全部消えるので重要なデータをフォーマット前に移動させてください。またフォーマットと OS 再インストールで 2,3 時間くらいかかります。 OS 再インストールしたらまずドライバーインストールし、え、それも何ていうかちょっとよくわかんない、前川に説明してほしい。 Windows Defender で一度スキャンする。あ、から Windows Defender な。まずは Windows Defender を起動します。ちょっと待って。まずは Windows Defender を起動しますって言ってるけど、その Windows Defender の起動の仕方がわからないんですけど。スタートメニューをクリックして、すべてのメニューをクリック。OK。スタートメニュー。いや、スタートがないんですけど、そんな難しいことばっかり言いやがってよ。あ、来た。あ、来た。行くよ、みんな。ちょっとまず簡易スキャンするよ。簡易スキャン、今してる。クイックスキャン中、ちょっと待ってて、クイックスキャン中。どうしよう、これでものすげえ額あったら。あ、止まっちゃった。俺、トロイの木馬買ってたんだ。いや、そうやって考えたら、よう頑張ってくれたな。ちょっと待って、Windows Defenderが止まったんだけど。で、こんな強えんだよ。うちに飼ってるウイルスは両津勘吉みたいになったんじゃねえか。どんどんさ、自然に強いウイルスに変化してってんだけど、環境による変化で人格を、なんかもう人格を持ち始めてるぞ、うちのウイルス。お、来た。おい、加藤純一 PC 内ウイルスビンゴすべ。これピタリ賞、本当に賞金1億2000万円あげるわ。下一桁までちゃんと当てたら。楽しみ何個あるんだろう。俺でも大事にさ、溜め込んだこのウイルス手放すのなんかもったいない気がするわ。新種のウイルスとか絶対いると思うんだよな。あ、来た。いくよ。このスキャン中に PC から脅威は検出されませんでした。俺もう誰も使用しねえわ。おい。10万2429項目をして、この PC から脅威は検出されませんでした。もう要は、あれでしょ、エヴァ0号機みたいな感じでしょ。このままじゃ第三東京市、ネルフの本部に入ってこられちゃうよ、おい。もう俺じゃねえ、ウイルスが配信してんと一緒。なぜなら、乗っ取られてるから、0号機が。なあ。乗っ取られた、俺が。ごめん。パターンが青じゃねえ。メール見る、分かった。ナイス。ナイスです。ウイルス除去について、Windows Defender はガバガバだから、これを使ってみてください。一般的に流通しているセキュリティの中では、おそらく最強です。私もウイルス、よし。ナイス。こいつガバガバなんかダメやな。10万スキャンしてこれじゃちょっとダメだよ。ちょっと待って、何がいい。あー、ダメだ。インストールに2時間かかるわ。終わり。出たこの状況。みんなインストールに2時間かかる。カスペルキー、あーだこうだな。ダメだ。クソほど回線速度悪いや。終わり。そうなっちゃうと。パソコンのクリーンアップどうすればいいの。そのまま普通にやっちゃった方がいいの。これ違わねえか。初期化なの。やるよ。あ、有害なソフトウェアを探してさ、よし、来た。終わり。これ天下のグーグル様だぞ。逃げられると思うな、俺の探知から。俺の探知から逃げられると思うなよ。今有害なソフトウェアを探してるわ。捕らえた。地獄の果てまで追い詰めてくわ。これ配信用じゃない、パソコンね。だからもうさ、寝ながらもうパソコン見れなくなっちゃったんだよ。 YouTube しか見れなくなっちゃった。なんか YouTuber 見れんだよ。
それ以外なんか見れなくなってる。とりあえず他のウイルス対策ソフトと競合しないウイルスソフトを上げる。ググったら出てきたウイルスキャン専用ソフトがトロイの木馬を傷つけません。意味ねえじゃねえか。なんでトロイの木馬を傷つけないように俺スキャンしなきゃいけねえんだよ。臓器じゃねえかよ、もう。心臓の血管のオペみたいに。子供取り上げる時の。トロイはスキャンに引っかかりにくいから流行った。あ、そうなんだ。もうおかしいじゃん、もうその、その所作が。意味わからんわ。どのサイトで感染したか教えてくれ。いや、俺、ほんとに、ネットは、ニコニコと YouTube しかマジで見てないのね。で、ニコニコと YouTube で、感染するってこと絶対ないでしょ。ほんとに。なくねえか。ハオ123とか絶対、俺、エロサイトとかマジで見てねえから。マジで見てねえんだよ。エロサイトとか。Gmail とかとかさ、待って、みんなさ、俺に送ってくるメールとかでさ、なんかそのウイルスとか仕込んでねえよな。マジな話。仕込んでねえよな。最悪なんだけど、そうしたら。じゃあダウンロードできねえからダメだ、今。なんか回線が異常に遅い。なんかカスペルガーだかアスペルガーだかわかんないけど、それ今インストールし、ダウンロードしてるから。ただそのダウンロードに5時間かかるから、今日中には無理。初期化とは違うけど、前の時点に戻す方法、ちょっとやってみるか。爆地で。爆地打ってみるか。有害なソフトウェアは見つかりませんでした。もうどんだけ渋てんだよ、このなんでこんなに渋てんだよ、今の流行り。トロイの木馬って全然かいくぐってくるやん。設定 PC 設定の変更、保守と管理回復でできないか。ちょっとやってみるか。設定 PC の変更、保守と管理回復 OK。 え、みんな行くよね。全てを削除して Windows を再インストール。え、みんなちょっと読むよ。行くよ。PC をリフレッシュする。お使いの PC の動作が不安定な場合は Windows をリフレッシュしてみてください。写真、音楽、ビデオなどの個人的なファイルには影響ありません。リフレッシュを実行するとデスクトップ、アプリは削除されるため再インストールが必要です。これはどう？まず。リフレッシュ。が、まず1個。で、全てを削除して Windows を再インストールする。PC を工場出荷時の初期状態に戻します。PC をリサイクルするときは最初の状態から完全にやり直すときに行います。これ OS 再インストールするってこと？俺 OS 再インストールする CD 持ってないよ。持ってないよ。これディスク必要なんだ。CD いらない？いらない？なんで捨てるんだよ。俺も、いらないな？いらないな？お、行くからな？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 じゃあ。俺もう押すからな。で、もう待って、もう一個読むや。もう一個ある。PC の起動をカスタマイズ。ダメだ。みんな無理だ。ちょっとみんなあれするわ。これ俺ちょっと一旦配信止めてマジで戦うわ。ちょっと待っててくれ。あのね、リカバリーディスクがないとこの操作は行えませんってなった。2番目のやつやったら、リカバリーディスクがないとこの操作は行えませんって出てきた。無理だって。なので皆さん、それこれ今コメント流れてるかどうかわかりませんが、今宵はこの辺で失礼します。なんで6時間も喋っちゃったのかよ。
ふざけるな本気で。お疲れ様でした。さようなら。戦ってきます。勝利をもたらします。皆に。